電化製品の三種の神器とは、戦後日本に普及した三種類の耐久消費財である。歴代天皇に伝わる三種の神器になぞらえた故障は、新しい生活、消費習慣を表す、マスコミ主導のキャッチコピーであり、豊かさや憧れの象徴でもある。そのため、三種の神器と呼ばれ始めた時点における、当該製品群の普及率はそれほど高くない。 1950年代後半、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫の家電産品目が3種の人儀として権限された。1956年の経済白書がもはや戦後ではないと明記し戦後復興の終了を宣言した人務契機開始は1953年で、それ以前は電気釜、あるいは掃除機が代わりに入っていたこともある。 これらのうち最も早く普及したのは白黒テレビで逆に一番遅かったのは冷蔵庫である。当初テレビは非常に高価であったため街頭テレビやキャラバン隊を通じて宣伝され、電気店の店頭のみならず戦闘裕福な家庭にはプロレス中継など人気番組の放映時には近隣住民が寄り合い一度鑑賞する光景が当たり前のように見られていたが、 総合家電メーカーの市場参入による量産効果で低廉化し、1958年の東京タワー春光とミッチーブームを境に爆発的に売れ出した。1960年代半ばのイザナギ景気時代には、カラーテレビクーラー、自動車の3種類の耐久消費財が、新、3種の人技として懸念された。これら3種類の耐久消費財の頭文字が、 すべて C であることからサンシ c とも呼ばれた。中でも普及が早かったのは1964年の東京オリンピックを境に売れ出したカラーテレビで一番遅かったのはクーラーである。さらに1968年には電子レンジ、別荘、セントラルヒーティングが新サンシ c と呼ばれるようになった。1990年代以後、すなわち冷戦後になると、 様々な新産種の人技がサンドマスコミ主導で提案されているが、浸透には至っていない。2003年頃から2010年頃にかけて、急速に普及したデジタル家電のデジタルカメラ DVD レコーダー、薄型テレビはデジタル産種の人技と呼ばれた。2004年4月13日に、松下電気産業が白物家電の食器洗い乾燥機 IH クッキングヒーター、 生ゴミ処理機をキッチン3種の神器と提唱した。ありがとうございます。